タデウシュ・バイルトは、ポーランドの現代音楽の作曲家。1928年に、グロジスク・マゾビエツキで生誕。両親は、スコットランドからの移民。ユネスコ国際作曲家会議で、作曲作品が1959年、1963年、1966年に、次々と入賞して、国際的に評価された。カジミエシュ・セロツキと共に、 現代音楽祭ワルシャーの秋を設立。セロツキ、ヤンク・レンツと共にグループ49を旗揚げし、新古典的な作風からスタートしたが、やがて50年代以後の全英のイディオムを参照して、独自の音楽性に到達。トーンクラスターは1960年代に、ポーランドでも幅広く使用されたが、バイルトの使い方は、非常に独特で一定の音域内に帯びただしい。 西部を絡ませるタイプであった。この使用法が積極的に用いられるのは公共曲第3番以降である。また、西部の音名が全て違っており、しかも最も早くという指示もなされることがあり、多くの局面で劇場的な性格を有する。その音楽性は大ー競争曲で一つの頂点を迎える。ビオラと還元学のためのコンセルトルグブレ以降は、 書式や構造等の面で古典化が著しくなり、かつての暴力性はなりを潜めた。1981年にワルシャーで旧姓、バイルトの功績を称えて作曲コンクールが行われている。ポーランド人の応募のみ可能な作曲コンクールで30歳以下の若手のための登竜門となっている。1位が出ないことも稀ではない。ありがとうございます。